慶州にも大軍が。曹操殿の冷徹なやり方は正しくない。だがどうすればよいのか。難しく考えすぎじゃねえのか。兄者は兄者のやりたいようにやったらいい。俺たちはずっと兄者の味方だからよ。なるほど。劉玄徳、我流を得たならば天下を担う器となりましょう。なんだお前。で、おめえは誰なんだ。おいおい、ご説明いたします。まずは曹操軍を追い払いましょう。まあ確かにそうだがよ、なんでおめえが命令してんだ。ジョシュ殿は最やる軍師、必ずや劉備殿の力になりましょう。くっ、どうだかな。天下を得るのは曹操殿なのだろうか。それで世が治まるとはどうしても思えぬ。だが私には対抗できる力もない。それどころか自分の志すら見出せておらぬ。私はこのままでよいのだろうか。お兄ちゃん、劉備殿、俺です。俺、覚えてますか。やっと隊長になりました。嫁も呼び寄せ一緒に暮らしてますって自分ばかり幸せですみません。劉備殿もきっといいことありますよ。ここは深夜の深夜です。奴らをぶっ飛ばしてやるぜ。はっ。敵は曹操軍、正面から当たっては危険です。見てに分かれて進軍すべきでしょう。うん、拙者は南、趙雲は北、六国が中央を攻めればよいのだな。さよう。私は趙飛殿の支援に回る。さあ、参りましょう、城秘殿。兄者たちが従うなら文句はねえ。が、おめえを信用したわけじゃねえからな。前回はおめえに従ってる。
ましたな。デーモンの陣が崩れましたぞ。次は西の啓門を突くとしましょう。そうよ、俺様にかかりゃ何が相手でも楽勝だぜ。陣を突破できましたな。敵は動揺を隠せぬ様子です。ヘッ、八分なんとかってのも大したことねえな。根拠を入れ直してやる。では北の強門を叩きましょう。さすれば八分僅差は一気に崩れるはずです。ヘッ、何でもお見通しってわけか。はい、俺様は暴れるだけよ。戦ぶりでしたぞ。おめもまあよくやったぜ。でもよ、なんで俺たちに知恵を貸した。劉備殿と画領諸葛亮を引き合わせるとだけ言っておきましょう。陣形は崩れ、敵は戦意を失っています。大将の双方は撤退を開始しましたね。飛んでけ。お見事な一戦、勝者安服いたしました。しかしここは引かれた。敵将討ち取ったぜ。この辺は俺が制圧したぜ。陣をこれほど鮮やかに破るか。だがまだ負けたわけではないぞ。飛んでけあれ。見事な。楽勝だぜ。いや、我らだけならもっと苦戦したはずだ。これが序章の地をもって乱世に立つ人間の力であろう。そんなもんかね。私の役目は終わりました。残念だ、ジョシュ殿。そなたが君主となってくれれば。ガリュー諸葛亮は不正室の天才。天下を論じることができます。私なんかとは格が違いますよ。必ず迎え入れてください。